日本鹿児島県鹿児島郡と島村、ガジャ島とカラレ島ガジャ島1ガジャ島2ガジャ島3ガジャ島は鹿児島県のトラツ列島に属しとカラレ島で最大の中の島の西約2 8トルに位置する無人島である。1970年に全島民が移住し無人島となった。地名としてのガジャ島は鹿児島県鹿児島郡と島村の大技となっており、 島の全域及び小ガジャ島の全域が大技の範囲に含まれている。郵便番号は891-5200。ガジャ島と小ガジャ島かつては人口が100人を超え、戦前はカツオ漁などにより他の島に比べ繁栄を誇っていたが、急旬な地形で大規模な築行ができないなどの理由から徐々に衰退。米軍統治下に入った戦後の一時期こそ活況を見せたが、 それも長くは続かなかった。やがて、党内で完結した自給自足の自然経済から、貨幣経済への移行が迫られたこと、本土復帰を経て、昭和30から40年代の集団就職による人口減などの問題、さらに週1回の定期航路さえ、大し家のために欠航が続き、しばしば基金騒ぎが起きたことなど、島での生活を維持していくことが困難になった。 このため1970年7月28日、全島民が鹿児島市などへの集団移住を選択した。なお、この頃の人口は7世帯28人1月調査時点2位まで減少しており、最後の日は4世帯16人であった。島の周囲は約9キロメートル、その大半が高さ100メートル級の絶壁である。島民は、 島の北部の比較的なだらかな前の浜近くの大地形地形に住んでいた。とはいえ海抜は50メートル以上もあるため、海岸から人里までは休憩者で危険な200段近い階段を登らなければならなかった。現在、木造であった住宅や学校などの建物はほとんど朽ち果て、残るのは島の守り神を祀った小さな鳥居と無人の灯台のみである。住宅の一部や、 石積み等も残ってはいるが、長年の風雨にさらされ損傷が激しい。なお、集落から南に、八幡宮、南西に、畑作地帯や放牧地帯があり、すべて島の北部に集中している。漁業と農業が中心であり、農業については、日本復帰後、畜産省令により牛、し、豚、ヤギ、鳥などの放牧が盛んに行われ、貴重な現金収入となっていた。 また、高知では、サツマイモ、裸麦、陸も餅あわ、ジャガイモ、玉ねぎ、大根等が作られ、島民の日々の糧となっていた。しかし、その地質からもち米を除く稲作を行うことはできず、すべてをよそからの輸入に頼らざるを得なかった。漁業については、当時本土の市場まで輸送する手段が整っていなかったため、ほとんどが自家用の漁業である。他に、 期間限定ではあるが、東大関係の土木工事作業から現金収入を得ていた。以下の行事は、集団移住の直前まで取り行われていた。現在は、島民が全国へ離散したため行われることはなく、またその術を知る者も少ない。七芸、一世休日、三丈上がり、初詣、仏様誕生祭、花祭り、大祭、八幡神社の大祭、大瀬様、 わたつみさま大祭、しまなかさま、始祖祭る祭り、しまぎとう、悪,悪天候を鎮めるための祈とう、ごいせさま、よりあいと祝縁、ひまち祭り、壮大卓で、夜明けまで主演、金山さま、金属製品の使用禁止日、下月祭、漁業祭以下に現在保存が確認されている、ガジャ島関連の番組を列挙する。なお、その一部は、NHK の各放送局に備えられた。 番組公開ライブラリー施設で視聴することが可能。ありがとうございます。